こんにちは、みなみりほです。今日は久々に購入品を紹介していきたいと思います。それではスタート。はい、ってことで早速紹介していきます。今ね、風邪ひいてるからめちゃくちゃ鼻声やけど、まずコスメ系を紹介します。これインスタにも載せてたんですけど、じゃじゃん、ナーズです。なんかインスタ載せたら、どんな感じの色味ですかみたいな、結構ね、あの DM で質問来たやつです。こんな感じで、もう結構ね使ってるんやけど、この色とこれがめちゃくちゃ可愛い。実際今塗ってる色です。この2つをね、これラメやね、これを2つを混ぜてアイホール全体的に引いてます。引いて中の色をちょっともう一個のパレット使って引いてんねんけど、これも買いました。これナーズ、これはハイライトもついてて、このブラウンを大幅のところに重ねてます。で、目を大きくしたいなって時に、このね、ここをなぞってます。二人の線みたいな、これをしたら結構でかく見えるんですよ。このブラウンも似てます、ここに今塗ってるやつと。だからこのパレット一つでも完成する。で、これは期間限定って言ってたから、この星の柄は、まあ、今回はこれとこれと、まあ、主にこの似たような色、もう一個のパレットなんですけどを使ってるけど、このピンク系とかのラメもめちゃくちゃ可愛い。例えばこのピンク、ちょっとオレンジっぽいピンクやけど、ここにね乗せる、ほらめっちゃ可愛くない？見えるかな、伝わる？暗いね、なんか色が。こんな感じの色で、自然なナチュラルなピンクオレンジっぽい色、めちゃくちゃ可愛いんですよ。だからどんな時期にも、どんな時にでも使えるかなっていうパレットで、おすすめです。これはめちゃくちゃ。で、もう一個はこれ、じゃじゃーん。もう一個はこれはアイシャドウと、あとハイライティングブラッシュパウダーが3色混ざってます。で、今日はこのハイライトとこのハイライトを使ってます。このハイライトがもっとめちゃくちゃ綺麗で、白っぽくなくて肌なじみがいい、ちょっとなんて言ったらいいの、ベージュっぽい色のハイライトって言ったらいいかな。でね、上の部分はアイシャドウなんで、これもめっちゃ使いやすい。で、今日はこの色をなんか2色混ぜてなぜか使っちゃってんねんけど、めっちゃ可愛いです。使いやすい。で、ナーズのラメはラメが繊細で、すんごい綺麗な輝きをしてくれるので、目つぶった時もめちゃくちゃ可愛いし、なんとも言えないラメの発色です。でもね、ラメがそんなね、でかすぎず、粒子が細かいので、いやらしさがないというか、だからデイリーメイクとかにも結構使いやすいんじゃないかなっていう感じです。このね、この今2つ使ってんねんけど、このハイライトは見て、もうここのツヤを見てくれたらわかると思うんだけど、ここのツヤがすごいでしょ。で、この鼻の上とここにも塗ってます。かわいいです。だからコスパとかも考えて、ハイライトも欲しいっていう方はこっちのアイシャドウパレットがおすすめかも。結構で、あ、そうそう、このリップを買いました。これはメン先生時のヘアメイクの動画で使っていただいたやつで、あれ、そのやつを買いに行ったんですけど、あの時に使ってたリップが日本はもう廃盤になっちゃったみたいで売ってなかったんですよ。だからまあ似たような色を買いました。こんな感じ、まあ似たような色かな。かわいいね、コーラル系なんかな、ちょっとオレンジっぽい感じです。で、これはマットリップです。今はサンローランつけてんねんけど、でもなんかマットのペンシルタイプの中ではかさつかなかったというか、メン先生のメイクしてもらった時も結構ね、リップ直しあんませんくて、それぐらい結構持続力が良かったので、あとかさつきもしなかったから買いました。じゃあ、コスメキッチン、コスメキッチンです。コスメキッチンはたまたま韓国から来た友達に、ああいう感じのところが韓国であんまりないような気がして、連れて行ったら喜ぶかなと思って一緒に行ったんですけど、これも買いました。リラクシングピローミストです。これはじゃじゃーん、めちゃくちゃいい匂いなんですよ。こんな感じで、
なんか気分を落ち着かせてくれる匂いというか、まあ寝る時のスリープコンフォートなので本当に寝る時にぴったりというか、気持ちをちょっと落ち着かせてくれる、リラックスさせてくれるような感じの匂いです。このシリーズがおすすめ、私匂い系大好きなのでおすすめです。で、じゃじゃーん、これお伊勢さんのお清め塩スプレー。こんな感じ、まあ、ちょっと人混みに行った時だとか、あとはまあもう気分転換みたいな感じでシャシャシャってしてます。これ結構いいです、おすすめ。匂いもめちゃくちゃいい匂いなので、匂いが好きだよっていう方にもおすすめです。フランフランです。フランフラン、これめちゃくちゃ重たいんですよ。じゃじゃーん、これね、フランフランの購入品も韓国から来た友達と一緒にフランフランに行って、そしたらなんか多分自分の方が買ってたっていうフランフランは好きやからよく行くんですけど、友達が買ってる姿みたいな、なんかこう釣られて買ってしまうっていう。まずは、じゃじゃん、これです。ルームディフューザー。ソフィスティンスディフューザー。これ、ローズの香りです。めちゃくちゃいい匂いで、まあ、ちょっと甘いので、私は結構、ムスク系の、バニラムスク系の甘い匂いが好きで、これは私の自分の部屋に置こうかなって思ってます。で、これと同じシリーズの、またちょっとデザインがね、一回りちょっと小さいタイプになるんですけど、ソフィスティンスフレグランスオイルセット。これがアクアの香りです。これはアクア系で、ちょっとスッキリした感じの香りです。甘くなく。なので、これはちょっと寝室に置こうかなと思って買いました。今置いてるのが、とりあえず間に合わせでディフューザーを置いてるんだけど、それがちょっと甘い香りなんですよ、寝室に置いてるのが。ちょっと香りが甘いから、なんかきつくて、だから寝室に置くように買いました。次は、あ、次もディフューザーやった。あ、ディフューザーは私結構好きなので、ディフューザーマニアです。じゃじゃーん。めちゃくちゃ可愛い。これはラメ。ここ、めっちゃラメ。ちょっとだけ手につく。プレゼントにもいいんじゃないかなって思います。ストーンディフューザーってやつ。ストーンフレグランス？リュールストーンフレグランス。これね、ストーンディフューザーって言って、コップみたいなガラスにストーンが入ってるんだけど、こんな感じのおしゃれな、普通にコップです。で、これにこういうストーンを入れるみたい。こんな感じで、とりあえず石入れたんですけど、そしたら、あー、そういうことか。この付属のスプレーで、どんどん匂い足していくみたい。約10プッシュで24時間香りが持続しました。すごい。とりあえず半分吸って。めちゃくちゃいいね。これはね、ちょっとね、洗剤っぽい匂いです。多分、好き嫌いあんまりないと思うよ。うわー、すごいいい匂い。じゃじゃーん、こんな感じで、これは洗面所に置きたいと思います。匂い系は同居してる方には相談しません。だからこういうもう明らか自分好みな甘い感じは好き嫌い多分あると思うので、こういう甘い匂いの感じのやつは私の部屋だけに置きます。はい、ってことで、ね、次行きます。次はじゃじゃーん、クリスマスツリー。ラメがね、ツリーのように光ったり、あと夜とかちょっとリラックスして落ち着きたいなって時は、ウォームっていう、レインボーからウォームの大人っぽく落ち着いた印象っていうか、こういうね、光に変わるんですよ。スモール、ミディアム、ラージって言って、私は中間のミディアムサイズ選びました。こんな感じ。かわいい。これと一緒に買ったのが、サンタさん。これと、じゃじゃーん。これを買いました。サンタさんとトナカイさん。これめっちゃ可愛いのが、こんな感じで、ミニテーブルなんですけど、これ。汚いのバレるよ。これこうやって、なんかね、とりあえずね、テーブルとかにもこうやって腰掛けてるみたいな感じで、インテリアとして置けるんですよ。カップル、カップル。可愛いトナカイさんとサンタさんです。これ1個2200円です。じゃじゃーん。クリスマスツリーミニ。これは玄関かリビングのところに飾ろうかなと思います。これのなんか、このスノーマンじゃなくてハートのやつもあってんけど、フランフランの有楽町店に行ったんですけど、ルミネの。そ
こではハートは売り切れって言われたからスノーマンだけ買ったんですけど、本当はハートの方も買いたくて、ハートの方とスノーマンは交互にやりたかったけど、まあ売り切れてたので、ちょっと違うフランフランにまた行って買いたいなと思います。で、フランフランの購入品は以上です。次は家電系いきますね。レプロナイザーのヘアドライヤーを買っちゃいました。 27D です。これは髪が綺麗なヒヨンちゃんに何をしてるのって聞いた時に、レプロナイザーおすすめだよって、ドライヤーとアイロンヘアアイロンおすすめだよって言われたから、ヒヨン髪になりたいなと思って真似して買いました。で、まあ 4D、7D、27D の3種類が出てるんですけど、何が違ったんですかって言ったら、まあ、なんか髪のふわふわ感とか触り心地とか、まあすごいなんかレベルアップしたみたいで、機能がで、ちょっとまあ気になって、お値段はまあ相当高いです。これで税込み12万ぐらいかな、確かなんですけど、まあ髪は肌と一緒ぐらい大事やし、いいものを買ったら長く使えるしいいかなと思ってこれを購入しました。実際使った感想としては、なんかね、ヘアオイルを使わずに乾かせば乾かすほどいい成分が入るから、まずはなんかヘアオイルを塗らずに試してほしいですっていう風に店員さんに言われたので、ヘアオイル塗らずに試してみたら、確かになんかもう塗ってから乾かしてるみたいな感じで、めちゃくちゃ触り心地が全然違くて、なんかあ、やっぱり全然違うなって思いました。まあでも、使い続ければ使い続けるほど効果が出るみたいなので、頑張ってこれで乾かして使い続けたいと思います。じゃじゃーん、なんとヘアアイロンも買いました。27D 散財しましたね、これは。 27D ってどうなんでやろうと思って、鼻詰まってるから喋れない。27D ってどうなんねやろうって思ってお聞きしたところ、これも、まあ、パワーアップしててっていう風に聞いたので、これも買いました。これも12万ぐらいやったんちゃうかな。でもほんまにそれぐらいめちゃくちゃいいです。もちろん元はといえば髪に使うもの、例えばヘアカラーをちょっと我慢したりだとか、髪質改善みたいなのやったことないんですけど、まあ、それもいいって聞くから一回やろうかなと思うんだけど、まあ、そういうものだったりとか、普段のシャンプーとかケアがまあ一番大事だと思うんですけど、まあ、こういうなんかね、アイロンとかヘアドライヤーってめっちゃ大事やねんなと思って、これも買ってみました。はい、じゃーん、これは何でしょうか。これは靴を買ったんですけど、三越で買いました。アグです。アグ、じゃーん、かわいい厚底のやつなんですけど、これが最近韓国でめっちゃ流行ってるらしくて、なんかアイドルの人とかよう履いてるらしい。めっちゃくちゃ履きやすい。これ24センチなんですよ。もう24センチしかないって言われて、私基本2.5 か23センチなんですよ、足が。で、多分無理あるなと思って履いたら、まあ多分中がモコモコやから全然なんか歩いても違和感なくて、あ、履けるやんって思って買ってきました。これはね、なんか予想以上にすごい歩きやすかった。で、次もう一つも靴を買ったんですけど、セリーノを買いました。じゃじゃん、これは何買ったかというと、ミッキーこの靴です。じゃん、厚底こんな感じの、後ろにセリーヌって書いて、これが6センチあるらしいです、ヒール。こんな感じ、可愛くない？で、履いたらめちゃくちゃ履きやすかったし、最近裾が長いジャージを履くことが多いので、厚底の靴欲しいな、買わないとって思ってたら出会いました。でもハイブランドの靴にしては値段がすごいお手頃やなと思って、12万ぐらいでした。普通スニーカーでも最近ハイブランド高いから15万ぐらいするのかなと思ったら12万で、意外とお手頃やなって思いました。次、最後いきます。最後はじゃじゃーん、シャネルです。これはシャネルトゥートゥーっていうやつです。シャネル22って書いてトゥートゥーってやつ。これは自分の誕生日プレゼントとして買いました。なんかいろいろカバン悩んでて、全然そんな欲しいやつなかったんですけど、このシャネルトゥートゥーは久々欲しいなと思って、あと気に入ったところは容量がすごい入るっていうところ。
はめちゃくちゃ気に入って、でこれリュック型もあったんですけど、私はこうやってダラーンって下げるタイプのが可愛いっていうか欲しいなと思ったので、このミディアムサイズを買いました。この中にポーチ、ほらこうやってついてて、え、便利じゃない？これもう元からカバンについてるので、鍵やったりとか化粧入れるのもいいよね。中もね、ベージュ、シャネルのベージュでめちゃくちゃ可愛いです。気に入ってます。でもう最初は黒を買うつもりで黒を取り置きしてたんですけど、白も入ってますって見て白を持ってみたら、白めっちゃ可愛かったんですよ。そう、もうほんまに私自身も白絶対買わんって思ってたのに、白持ってみたらめっちゃ可愛かったんですよ。でどうしようって思って、韓国人の友達2人に聞いたら絶対白みたいな、その1人の子も私も白買おうとしてて、白がいいって。もう私悩んだ時は人の意見を取り入れようと思ってるので白にしました。ちょっと一回黒にすればよかったって後悔したんですけど、白も可愛いから白でよかったかなって思います。じゃあこんな感じで今回の購入品は終了とさせていただきます。まずは何かしら物は増えてるかもしれませんが、随時購入品動画を撮りたいと思います。それでは皆さん、バイバーイ。